節学は中華民国の軍人。最終階級は陸軍一級上昇。字は白陵。別名は青ぐだけ。越軍以来の国民革命軍軍人で日中戦争でも日本軍と長く対峙した。農家の子として生まれる。1907年春、候補陸軍小学に入学した。この時の同学には東園達、幼長がいる。 三年後に卒業すると、中国同盟会に加入し、修修審に随従して、革命活動に加わった。1914年、中華革命党に加入し、東高や修修審に従って、関東で繁円政外活動に従事している。翌年春、武将陸軍第二予備学校第二期に入り、1917年の卒業後は、 保定陸軍軍艦学校第6期で学んだ。この時の同学には、東円達、長髪家がいる。同年に、孫文が、誤法運動を開始すると、節学は、保定陸軍軍艦学校を卒業せずに離れ、公州に移り運動に加わった。この時、創始令部上女参謀に任せられ、福建省召集に赴任している。1920年、 東高が越軍第一志を創設すると、雪学は東から選抜されて、基重英英長に任ぜられた。翌年5月、孫文の総統府経営団に同し、英長に任ぜられている。1922年6月に、陳慶明がクーデターを起こした際には、幼長と共に、総経礼を護衛、救出した。以後、陳討伐のための戦いで軍校を挙げ、1924年に、 越軍第一市副市長へ昇格した。翌年9月、越軍第一市が国民革命軍第一軍第14市に再編されると、引き続き副市長兼第14団団長を務めている。1926年7月の北伐には、節学は第一市副市長兼第3団団長として参加する。9月、孫連邦軍が守る南所を第一市とほど、戦匹きる。 第六軍が攻撃したが、攻略はならなかった。この時、第一市市長の大博霊は、恐怖を覚えて、軍令違反の撤退を犯して罷免され、優先していた説が第一市市長代理を務めることになる。その後、説率いる第一市は、厚生省で孫軍をたびたび破る軍港を挙げた。11月に南省を北伐軍が攻略すると、第一市は、 石膏省へと転身し、翌1927年2月の公衆攻略に貢献した。3月には上海に進軍し、上海総公会など労働者勢力とは協調関係を確立した。しかし、同年3月、省解石は中国共産党排除の動きを加速させる。節額の労働者に対する協調姿勢は、省の歳儀と怒りを買うことになる。4月5日、 ついに説は第一師師長から罷免されてしまった。その一週間後には、昭和、上海クーデターを発動することになる。その後、節学は第四軍軍長に渡る真のもとに至り、関東新編、第二師師長となる。9月、南昇騎議を起こした軍と戦闘を繰り広げた。11月、長発系、危機症が、半慰半昇クーデターを起こすと、 説もこれに加わり、第四軍共同第一子に任ぜられている。十二月には、調布都市雷、幼長が起こした公衆機義を鎮圧した。この軍港により説は、第四軍副軍長に昇格し、軍長、僕土かう南とと共に、上がり一帯に駐屯した。しかし間もなく、李、将を支持する陳明くるる、交渉に強撃されて、 軍の半数を喪失する大損害を被ってしまう。雪学別英牧培う南と雪学は残軍を率いて北上し、第二次北伐に参加した。1928年4月、第四軍は第一集団軍の序列に組み入れられ、三島方面の攻略に活躍した。北伐終了後、第四軍は軍縮、再編に伴い第四支とされたが、 僕がそのまま市長に残ったにもかかわらず、説は紹介席に寄避され、またしても失脚してしまう。説は王長明らの反省活動に参加したが、小派の小光り、最低に大敗を寄付した。その後、理想人ら新構成派の支援により軍勢は回復したものの、情勢は依然としてかんばしくなく、1932年に香港急流に一時引退してしまう。 1933年10月、第5次共産党総統作戦を開始しようとした、小解析の昇平に応じて、節学は南省で起算し、北路軍第3素地軍副総指揮兼第7重隊、司令に任せられる。翌年1月、第1素地軍代理総指揮となった。節は後軍を、厚生省内各地で撃破し、ついに10月には後軍を随近から調整に追い立てる。 ことに成功した。その後も、説は後軍を追撃し、1935年1月、企業水税公所主任権、第二祖地軍前的総指式に任せられている。結局、後軍を殲滅することはできなかったが、説の軍港は大きかった。1937年、天権水税公所主任権奇襲省政府主席に任せられた。同年、 第二次上海事変が勃発すると、節学は第19集団軍総司令に任ぜられ、左翼軍に配置される。10月8日、左翼軍中央作戦区総指揮に任ぜられ、10月28日から竹園村で日本軍と激戦を展開し、双方互角であった。しかし11月5日、日本軍の増援部隊が金山守に上陸したため、第十九集団軍は、 五福戦まで撤退している。13日、左翼軍総司令に昇進して、抗戦を続けたが、その後も日本軍の攻勢に苦戦し、後退を余儀なくされた。南京陥落後、節学は、第三戦区前的葬式に任せられる。節学は、正規軍は防御し、ゲリラ部隊で攻撃するという方針を採用して、日本軍に対処した。1938年5月。 1> 第1戦区第1兵団総司令に任せられ、同月末には第1戦区前的総指揮に昇進している。この時、土井原賢治率いる第14次第が河南省内危険などを占領。武漢海戦では、節学は第9戦区第1兵団総司令に任せられて、日本軍と戦闘を繰り広げた。最終的に武漢海戦は中国側の敗北に終わるが、 節自身は、第106師団など、日本側各師団に大打撃を与え、良好な戦績を上げている。会議中の節学部官会先集結後、節学は、第9戦区司令長官に昇進し、1939年2月には、湖南省政府主席兼中国、国民党省党部主任も兼任した。節は、同年9月、 1941年9月及び12月の3度の調査回線で日本軍を湖南省から撃退することに成功している。これは、安、瓶、足の三次姿勢方針と、生、守る、強・守る、官、用の六星建設に象徴される一連の省内施策が、功を奏したことが大きかった。1944年5月、第四次調査海戦でも、 節学は日本軍を迎撃したが、今度はこれを撃退することができず、6月19日に調査を失患し、8月8日には交尾も喪失した。節は残軍を昇高越編区に撤退させ、交戦を継続している。日中戦争終結後は南省で受け公司令官を務めた。国境内戦で節学は助手水税交所主任に任せられ、 ドミナミ海報区への攻撃を指揮したが、戦果は上げられなかった。1947年5月、国民政府参軍長に任ぜられる。翌1948年、副総統選挙において、説は、孫家を支援し、新聞報道に圧力を加えるなど活動したが、結局、孫は、理想人に敗れた。1949年2月、説学は、 関東省政府主席に任ぜられ、中国人民解放軍を迎撃しようとした。しかし、すでに大勢を覆すほどの力はなく、10月14日には、甲州を喪失してしまう。摂は海南島に逃れて、抵抗を続けるも、1950年5月、これも失感した。以後、摂学は台湾に逃れ、相当不戦略顧問に任ぜられる。 1958年8月、行政院政務委員に、1966年5月に国民党大陸幸福設計委員会主任委員に、それぞれ任ぜられた。1998年5月3日、台北市にて病没。去年103、ありがとうございます。